アトミックモンキーあるある、まあ、そんなね、いいことばっかりじゃないんですよ、はい、本当にね、はい、生徒が徐々に減っていくという何それ、どういうことですか、なんかアトミックモンキーの養成所のなんかイメージが悪くなるじゃないですか。まあ、これアトミックモンキーに、ね、限った話じゃないんですよ。だって岩崎さん、岩崎さん、はいはい、分かります、分かるでしょ、分かるでしょそう、そうなんですよ、結構ね、それも結構もう1ヶ月以内に先にまず減るんですよ。やっぱりアテレコの実習だけじゃないんですよ。肉体訓練もそう、滑舌練習もそう、ね、いろいろなそういうものを経てからやっと慣れる、まあ、慣れるかどうかもわからない、うん、その現実を、まあ、目の当たりにした、ね、方が減っていくという、なるほど、こともあります。思い描いてたものとのギャップを感じてそこでちょっとやめてっちゃう人がいるってことなのかな。